というのが四国ラインとなりますさあ合法になって第一レースオープニングカード A 級チャレンジ予選スタートですさあまずは3番2番1番と内から内枠の選手前に出ていきますがまずは正攻法の位置へと向かっていくのは2番の曽我部そして3番の川本この辺りは中四国はそれぞれ別線となっていますさあ三者並んだ正攻法の位置ですが ここはどうやらうちの利を生かしていくか1番桂馬2番の曽我部がどうやら正候補の位置を取り切ってどうやらこの四国勢、愛媛勢が前を取るようですさあここは同県の先輩を引き連れて123期生4番の岡本翔 ここは成功方譲り受けそして2番の曽我部が2番手の位置そして九州え四国の3番手が6番の赤松誠一となりますこれで4番、2番、6番です中段位置には南関北日本の結束は7番の伊藤翼主体に自力自在足を持っています前節は決勝進出を川崎で果たしています準決勝鋭いう追い込みでした1番の桂馬雅人がその後ろから追走という形です まくり追い込みも持っている1番の競馬そして後方動くは3番川本5番の上原といった岡山勢ですさあこの3番の川本が踏んできてまもなく残りは2周というところここで3番川本が前に出ます 5番の上原を連れて3番、5番と岡山勢が前に出る4番の岡本が3番手から後方の動きを警戒してさあ縦一列の体勢でジャンを受けますさあ先行体勢3番、川本さあ3番手から発進は4番の岡本4番、岡本の発進に合わせていく3番の川本ださあ、内からすっぱる4コーナーを回ってくるさあ、レースの方はまもなく最終ホームラスト1周を切っていく外からーンとな4番の岡本岡本との踏み合いを制していくか3番の川本が2番手の にり込んだ。5番の上原が3番手さあ4番岡本にライン乱れてそして3番の川本2番手の位置上位の体勢4番3番5番体勢となっています最終の4コーナーから直線に向かってくる番手から差しの体勢3番川本だが後ろから追い込むは5番車ゴールは横に並んでいったかどうか外伸びたか5番車か さあスロー VTR でご覧いただきましょう4番の岡本の番手にはまったのは3番、川本そして3番手に5番の上原という体制でしたこの岡山勢が好位置につけて最後伸びてきたのは5番の上原です1着通過は5番上原そして2着の通過はどうやら4番の岡本 あとは三着線は接戦となっています。三番車、六番車、三着接戦とお伝えをしておきますが、決定発表がありますまで、マイレース、車検の方は大切にお持ちください。第一レースの模様でした。第一レースをご覧いただきました。いやね、連携外れましたね。ね